さあ今の乗り味に対してこれでは終わらないですよまだゼロシリーズいろんな可能性を持ってこれからどん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 そのユーザーのエクスペリエンスを豊かなものにしていくっていうところですので結局のところまあ車を通してどれだけ幸せにオーナーさんたちをできるかっていう話ですので,でこの車でちょっとお伝えしたいのは、はい、ちょっとねこれね あの電気自動車で最近室内の音とかなんか電気自動車なのにそのエンジン音させたりとかあるじゃないですかじゃーんその時に僕も言ってたじゃないですかいやどうせだったらいろんな音がさせれたらいいんじゃないとかっていうまさにここにあったちょっとドア閉めますえー、S2000 からいきますかだから今本題いいねだからまあそのまんまの状態です S2000 にするうおーうおーってねこれメーターもまず S2000 メーターになるでしょでさらに今ちょっとアイドル音をしだしましたちょっと僕黙ります。これ伝わるかな でこれハンドルのポストの奥の方なのかな振動スピーカーついてるんですよなので今これ振動してるんですよハンドルがまさに S2000 って若干ハンドルに振動伝わってくるんですけどその振動が出てるんですハンドルにうんでシートにもこれ振動スピーカー入っているのでいやーすごいこれでアクセル踏むと うおーなんかねこの回転が落ちるところってブーンって若干共振するとこあったりするでしょ車シャー全体がなんかブーンブル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 みたいななんか共振するとこあるじゃないですかそれがうお S2000 だよ後期だろうねこの音前期もうちょい上まで行きそうだもんね しかもね、はい VTECVTEC を押すと6000回転ぐらいから音変わるようになるらしいですいきますよちょっとちょっとずつ上げてってほら途中でボコッて VTEC 切り替わって要はバルブタイミングが切り替わる形ですよねいやー いやそれよりもはいじゃあ今度シミックタイプ r これだから直列4気筒のちょっとカラッとした音でしょはいタイプ R さメーターもはい変わりましたさあちょっとアイドローンがもうねこれ生で聞いてるとあ変わったのはわかるっていうマイクに取れないかなこの音はさあいきます うおハンドルとかも含めて振動が少ない S2 の方がすげえシャープにエンジン吹けてるんですけど振動が全然少ないあいやタイプ R ってこうなんですよそう滑らかなのうん S2 の振動が、うん、懐かしい。 じゃあ CRX はこれ鍵マークついてるから使えないんだお NSXR 初代あるこれぶさん持ってたんですよねほらメーターも変わったあーこの感じ あーこの感じ今ねこれ僕だけだな楽しんで動画見てる方にこれ伝わらないこれハンドルとかシートとかからあのー、マニュアル車とかで回転が落ちるときに最後ブルルルンみたいななんかちょっと振動するじゃないですかそれがね表現されてるんですよそれが心地よいさあ僕も持ってますタイプ SNSX おお音激しくなったねはいメーター周りもまさにこのメーターですさあアクセル踏みます うおー共振してる共振してるあの振動スピーカーからすげえ音量が出ているうんでもこの感じほんとリアルリアルそれはそうだよねだってう生、ん、みの親が作っているサウンドですからおおそうなんですよこれなんですよこの上のフケのやばい感じね これ実車よりもいい感じするけどでも実車だと空回しできないからねこんな高回転までへえ F1 聞いてみたいよねだからこういうのを OTA で要はアップデートで有料でこういうのが使えるようになるらしいです あのこういうのも考えてるって話ですね要望が多かったら商品化が早くなるでホンダジェットこれも用意されてますこれは一つなんか遊び心だっていう話もしてましたけどこういうの大事ですよねでアクセルを踏んでいきますうん、うん、今アクセルオフアクセルオンアクセルを全開にするとジェットエンジンなのでもうね音が後ろに。 飛んででっちゃう感じ全開にするると音が消えるアクセルを戻すとなんかジェットエンジンの、うん、そんな出力が出てない時の音ヒュイーンって音が聞こえる感じほら床まで踏むと音がもう後ろに飛んでっちゃう。 いやまあ、何にせよちょっと面白いですね。まあ、こういうのも含めて本田さんはこの電気自動車の世界をより何て言うんでしょう幅広いものにしていこうっていうだから欲しくない人にとっては別にこれを選ばなきゃいいだけの話じゃないですかだからオプションとかでまあこれは設定してとかそういう話になると思うんですけどさあここで皆さんこういうオプションあったらいくらで選びますかこの 振動スピーカーがここに付く、さらにシートのステアリングのポストにも付き、ならシートからも、さらにはハンドルからも、この振動が伝わってきて、疑似的にこれらのモデルの音が体感できるよっていう、ちょっとちょっとうるさいね。ヒュンヒュンずっと言ってるね。はい。 戻しまだからこの無音状態で走る時もいいしこれらの車の技似的な音とか振動とかを体験するのもいいしっていうところでどれを皆さん選びますでしょうかちょっと S にしとこう S が一番なんかボンボン来る感じかな振動も含めて。うん でさらにじゃあその中で F1 とか選んだらこれ1台え例えばいくらだったらこの音を買いますか OTA でアップデートしますかだからちょっとゲームみたいな感覚になってきましたね OTA でこのソフトいくらですよさらにそのソフトの中でこのモデル買うときはいくらですよみたいなそういうのが今後なってきそうですよねはいちなみに外出た時に S2 です ちょっとねボンネットの中にもねこれ小さい振動スピーカー入っててこれボンネットも若干振動してるんですよそれがちょっとリアルっぽいんですよこれはね映像だとこの振動は伝わらないと思いますけど、まあ、こういうのも用意されておりますじゃあ次の出し物行きましょう今日はどんどんマニアックな路線に入っていきます 26年に登場するホンダがやろうとしているゼロシリーズの今伝えられる部分どんどん掘り下げていきたいと思います。 さあそしてですねこれも大注目ですよこれは個人的にもちょっとねまあこの車に搭載される技術っていうところでベースなんですけれどもいやそれ以外でもうちのなんかコミュニティで使いたいなとかこういうのがあったらってすごい思うところでだからまあ車をまあ運転して使ってつながって楽しいに向けたまあ取り組みとしてその運転していて楽しいってまあこれドライバーとかまあその場で乗ってる同乗者じゃないですか。 でも乗ってない人にもある意味疑似体験で乗ってるかのようなそういうお話ですよねそれができるシステムとしてはいバーチャルの今ゴーグルがあります。このゴーグル面白いですけども これまあ将来的にはこういうバーチャルのゴーグルを使ってあげると VR ゴーグルを使うとだから時間とか空間とかそういった制約から解放されるじゃないですかだからその場にいなくてもあたかもその場にいるかのような時間共有空間共有まあ経験共有ができるじゃないですかまあそういったところですよね人の能力と可能性を拡張っていうまさにだ次世代っぽいですよ。だから 例えばリアルを超えた拡張体験だって将来はあるんですよだからライブのバーチャルツアーとか,だから例えばこれエジプトですけどエジプトちょっと運転していこうみたいなそれもカメラ積んだ状態の車で誰かが実際リアルワールド行ってくれてたらあたかも今まさにドライブしてるような感覚にもなったじゃないですか推し活ドライブ僕推しの方いないのになかなかでもこれ面白そう、うん、疑似体験でね本んとに。うんで まさにまあ,あの「いいかライフ」とかこういったあたりにでも個人的にはこれもね F1 とかで仮想のこのレース体験とかできたら超嬉しいですよ。でこれ実はあのデモでですねもう今映像も途中で差し込みますけどもこれを実際かぶってあの実際横浜にいるここからは120キロ離れたところで走っている車にカメラを積んで通信システムを積んでその車内に乗っている方だが コミュニケーションをとりながらさらに自分の見たい景色を見れるっていう要は車に360度カメラがついてるのでしかも屋根にもついてるんですよ。 なので自分が立ち上がるとこのね椅子に座っててねさっき僕体験させてもらったんですけど立ち上がるともう空から何からだから屋根の上に座ってるようなドライブ体験ができるっていうこれ超新鮮でしたなんかこういうのってリアルワールドでは絶対できないじゃないですかこのリアルワールドでできない見ることのできない景色を見れるっていうのもなんかね可能性感じるところですよね。 これはちょっと僕の中ではすごく、まあ、今回車の内容にももちろん響いてはいるんですけど一番個人的にちょっと響いたので、はい、撮影させていただきましたいやーこれ早く来てほしいですよ、うん、なのでまあどれだけ通信網とかが安定するかとか、まあ、その辺りも大事なんですけどあまさにこれですよ。立つと車外 ルーフのカメラね360度で座ると車内で運転席の人とか助手席の人とかと会話ができるってだから右見たら運転席の方、えー、左見たら助手席の方の顔が見えるみたいなと同時に今走っている場所とか速度とかこういうのも共有できるんですよ。 同じ画面内に出てくるんです、ね、まあこの VR 嫌いだっていう人はまあ将来的にはスマホでアプリで使ってとかそういった形でもこれ対応っていうようなことも考えているという話なのでまだこれからの技術では,ではありますけど全般的にこういうソフト系は車が出てから商品をリリースとかじゃなくて車の前におそらくこういうスマホとかのなんかアプリとかそういうのはどん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 リリースはかかると思います。そのの上でユーザーザかからの声とか をベースにしながらどんどん改善をしてアップデートをして車車載がどんどん進むっていうだから車よりもねこっち系本当早く出てきてくれたら嬉しいなんかバーチャルドライブっていや僕自身も景色綺麗なところ自分では遠いから行きたくないけどでも景色は見たいよねとか。 なんかそういうのをちょっと可能性ありそうな気がしたので、はい、最後を撮らせていただきましたさあここからはですね僕の大好きなテッだからこういうのがね何て言うんでしょう数年前は各メーカーが毎年1回こういう最新技術とか次世代技術を展示するみたいなテックデーとかってよくあったんですけども海外とかもそれを見に結構僕も行ってたんですけど参加したりねいやー久々に来たね さあ「ゼロシリーズ改めてコンセプトとしては「Sync」よ「薄い」そして「ライト軽い」そして「Wise」って賢さの部分ですよねこの3つでここはハード面のアーキテクチャがあるわけですよ電動化のまさに要のところです。モーターモーターさらにはバッテリー。 じゃあここちょっと掘り下げていきましょうまずはモーターこれ横積みになりましたモーターで横積みって何のことかっていうとこれインバーターが横に積まれてるんですよこれドライブシャフトねこっちにもドライブシャフトだから右タイヤ 左タイヤにここからドラシャが伸びてタイヤを回すわけですけれどもでその時に通常は低く積めるから上側にインバータータっっって大概乗っかって乗かるんですよそれだけでも重心って上がっちゃうんですけれどもこれインバーターがサイドに来てるんですよサイドに来た上でモーターコンパクトでしょ同期モーターですよこれでこれ1 8 0ットのモーターです180だから1.36かけてみてください。 だから244馬力ぐらいだからそのモーターが積まれてる上でこれフロント用だからこれ AWD 用のユニットです。これフロンント駆動用のインバーータと これ、リア駆動用、これフロント駆動用がこれベースとしてあって、これがリア駆動用なのかななので、フロント駆動とかの片輪だけの駆動になると、片輪って前か後ろかっていう話ね、だからワンモーターだけっていう話、そうなるとこのインバーター半分になるっていう話です。だからそういったところも全部ユニットでできてます。でさらにこここれこれれ SIC インバーータ来てるんですよだからまあこれシリコンカーバイトのインバーターです要はハイパワーインバーター半導体ですでこれ通常はシリコンのインバーターなんですけどそこにこのシリコンと炭素の,、まああの新しいハイパワーインバータを使ってあげるとこのインバーターだけで効率が6%ぐらい上がり、まあ、ユニットとして考えるとエネルギー効率17%ぐらいアップするっていうのがこのユニット。でさらに後ろ だからインバータは全部前に持っていってしまっているので後ろはとってもとってもコンパクトにだから今回、車に搭載する上で薄くしないといけないシンクというのもだからライトだけではなくてシンクも1つのベースになるのでそうなってきたときにだからこのコンパクトさですよねスペースですよねこれが関わってくる超小さいですよ、このリアの E アクセル。今回はこれれパッケージが組まれており モーターとしては、そろそろ出てきますほら。暖房の消費電力とかも13、十三パーセントとか。熱エネも良くなってるし。だから、これ百五十キロワットの。 モータータフロントアクセルでリアこれ5 0ットですねで180180 180を組み合わせるときもあるしリアにもうこれ表示が短いなのでこの5 0ットと1 8 0ットをだから両方とも前後ともに1 8 0ットを積むのか片方だけ5 0ットを積むのかもしくは一輪後輪にだけ1 8 0ットを積むのかとかそういったパッケージができるというそういうお話でもありますでちなみにこれモータータは前も モーータ後ろも動機モ,モーターなんですけどもこれもう今ねモーターって動機モーターってこれ永久磁石が中に入ってるんですよ永久磁石が入ってて要は磁力を使って走ったりすることができるので要は磁力ってエネルギーじゃないですか力じゃないですかだから効率がいいんですよ。 なので大体エネルギー効率、同期モーターって大体97%ぐらいあるって言われてるんですね96、96%とか、そのぐらいかな、でもう一つ誘導モーターっていうのがあって、誘導モーターって実はあの磁石が入ってないんですけれども、でも磁石が入ってないと高速で回っても、引きずり抵抗がないんですよ、磁石があると高速で使ってない時も回ってる時に、勝手に磁石だから磁力発生して、ククククン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 ,クン,クンクンクン抵抗になるんですね。 で高速道路を走ってて電票を稼ごうと思ったら誘導の方がいいとか部分的にねあったりするんですけどなので将来的にですよえー実はこの0シリーズ誘導モーターとかも将来的にはあの話ぶりで言うと用意されてますなので2030年までに7モデルが登場する中のいくつかにはより高速走行性能とかを加味した上での誘導モーターとかそういうのも出てくるはずです。 今何にせよその今回誘導モーター何で使わないのって初っぱなになんで用意しないのって誘導モーターって実はちょっと大きいんですよ。なので永久磁石を使った同期モーターの方がコンパクトにしやすくて目標性能を考えると。まあ、なので今回は要は「シンク」っていう「薄く」っていうこのパッケージを考えると。 まあ今回はまだ誘導は来なくてだからそう考えるともしかしたらこの同期モーターに対してクラッチをつけてあげてまあ引きずり抵抗が邪魔な時にはクラッチをあの切ってあげてまああの空想させてあげるっていうそういう技術の方がもしかしたら来るかもしれないですけどクラッチはクラッチでまたスペースとあるのでまあこのあたりが将来のまあ楽しみですよねゼロシリーズがどういうふうな展開をしてくるのか。でさらにはいバッテリーだからこのバッテリーも。 すんげえ薄い。これアルミダイキャストです。あのギガキャスティングメガキャスティングって言ってますね。これ6000トンのこれギガキャスティングです。あのまあ元々ホンダさんは別にギガキャスティングってすげえ特別なものではなくて、あこれ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 ほらほらリアだけ。 180でハイブリッドモードでもだからこの後ろ 50kW は兼用してるっていうそういう話でもあります。ささあごめんなさい話戻しますだからこのギガキャスティングアルミ鋳造なのでエンジンブロックとかだってアルミ鋳造じゃないですかアルミを流して、まあ、圧力をかけながらっていう形で作るじゃないですかでそのアルミ鋳造のエンジンブロックでいうと大体3000トンとか高くても3500トンとかで作られるんですよ。これトンです で将来的にはこれは今アルミダイキャストを今回はこのバッテリーのケースにしか使ってないですでこれだけでもパーツ点数がものすごく減っております60点が5点になるのかなまあ、何にせよすごく少なくなると同時に部品点数が減るとそれだけ溶接箇所とか接合箇所が少なくなるとあの薄くもできるしでさらに軽くもできるしこれ溶接も これねあのなんかスクリュー系っていうのかな摩擦の 3D の攪拌だから材料を熱でもって溶かして混ぜながらあの溶接するっていう 3D 攪拌なんとか溶接あ、ちょっと専門用語忘れちゃったはいもうやっておりますでこれ見てもらうとここに水が通りますだから水冷ですでこの水冷はもちろん このモーターとかを冷やす水冷とのユニットは兼用しておりますけれどもバルブがいくつかあったりするのでバッテリーだけにしか水を流さない時もあればだからモーターが求めてる冷却って上がりすぎた時に上がりすぎるのを下げようねっていうための冷却でモーターは水を必要とするんですね要は冷却を必要としてでこのバッテリーは冷却とはちょっと違ってて何回も言ってますけど要は温泉に入ってくるぐらいが一番いいんですよこの子。だ贅沢なんです なので高すぎてもダメだし低すぎてもダメなんですよその温度コントロールをするっていう意味でこの水冷を使うっていうところで今やっておりますその辺りのこの水冷システムの要は経路の切り替えとかも緻密にやっていくっていうところでもうこれはシステム化されておりますまあ何にせよ薄くて軽量なバッテリーパックでございます。であの外から これがハードじゃないですかこれがケースがすごくしっかりしててだから6000トンのアルミダイキャストで作られてるからこれが超強靭なわけですよ。で強靭っていうのももちろん大事なんですけどやっぱ直接的になるダイレクトのダメージ入るともちろんそれでもやっぱ中壊れちゃうのでここにクラッシャブルゾーンですこれサイドインパクトビームのところですよね。ここここここのののシシャーー側のこれサイドロッカーの部分ですだからここにアルミ材を使ってててあげが れることでバッテリーは保つっってていいう形をなっているのがまだね大きさとかそういうのはあの発表されてないですね容量とかは。でもだいたい300マイルの航続距離っていうのは言っているので、まあ、300マイルっていうとだから480キロちょっとっていうそういう感じですかね航続距離の目標性能としてはそういうのがもうすでに言われております。 さあ、そして次はシャーシです。さあ、ここ来ましたよ。もうこれも大好き。今言ったようなお話がで今声うううにパッと見ててもわかると思うんですけど。はい、エアサス来ました。これ、日本導入されるホンダ車で初めてのエアサスじゃないですか？ 前後エアサススですすコイルスプリングも用意してありますで将来的にはカナダ工場には、まあ、このシャーシ関連での大きなギガキャスティングメガキャスティングが導入されることでこの辺りのパーツ点数も少なくするという今どの大きさまでギガキャスティングでやるのが一番効率がいいのかっていうところをやっているというそういうお話でもあります。 まずは北米工場で、はい、スタートなのでこれ 180kW のリアモーターだからこれフルフルのハイパワーユニットですよだからでかいでしょ先ほどの E アクセルほら小さいでしょこれこれ 50kW ほらこれ 180kW ほらでかいでしょうんでもここにあだから奥にインバーターがある。 だから横積みインバータだから薄くするためには使える方向としては横方向の幅も持たせながら高さが出ちゃうと薄くできないからだからこれ全高を1 4 0ンチ以下要は1 4 0 0ミリ以下に抑えるっていうのも一つのこれサルーンの要はゼロシリーズのね初出しのサルーンの目標性能の一つでもあるのではいでこれすげえよ。 2ギガパスカルのホットスタンプ来ました2ギガすよ2ギガ本田さんで言っても多分ね今ホットスタンプ最大値1.5だと思います使ってるの2ギガはすげえうんいやーすごいよねなので薄くするためにはもう だからこれやっぱ柔らかい鉄を使えば使うほど材料を厚くしないといけないので厚くするとやっぱりスペースを取るじゃないですかこのスペースっていうのを考えて今回はここにパスカルの。 はい、ホットスタンプを使っていいるという話ですで先ほどここにバッテリーがあってこの下に先ほどお見せしていたアルミのクラッシャブルゾーンの、まあ、クラッシュするところですねくにゅって潰れるが入っているという話ですもちろんその内側とか外側とかには、まあ、計算値で出されているこういうスチールで強度とかはちゃんと持たせるわけですけどもで、はい、フロントも。 すごいねこのアーム、まあ、この形状ではすごい削り出しじゃんアルミこの状態では来ないと思いますけどかっこいい足見てかっこいいと思うもんねほらアルミキラキラ、うん、ターミネーターの体のパーツみたいでさらにはいフロントは先ほどから言っている通りの 180kW のモーターですでこれステアバイワイヤーですこれのちほどちょっとお伝えしていきますししかしさ モータータインバーター入れてこの高さで終了ってフロントのフレームの高さでいうと下で完結してるってこれやばくないですかだから前ここに何だろうエアコンユニットは若干来るでしょうけどトランクが入ってくるのかなでさらに やっぱ今、車が大型化してくるとか車が重くなる原因って衝突安全対応もやっぱ大きい部分で,で衝突安全で今結構ね苦しんでいるのがあのスモールオフセットなんですよ通常のオフセットよりもさらにスモールなんですよ。 でそのスモールオフセットって今まではもうこのタイヤの前ぐらいに大きい支柱がどんとぶつかってもう耐えるしかなかったんですよタイヤも後ろに下がりながらここの A ピラーのバルクヘッドが押されながらここでどうにか踏ん張ってドアが開くようにしないといけないみたいなだからここの強度がすげえ大事だったんですけども今それをやっちゃうとどん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 重くなっちゃうので車が。 だからやっぱり今回はシンクライドわいずかなのでそのライトの部分でこれスモールオフセットをこっからまあ電柱みたいなのにイメージしてくださいグーってきてドンってぶつかった時今までは後ろ側に向けてドンって耐えるだけだったのが今なんとなくこのカーブでもわかると思うんですけど少し。 逃がしていくるんですよ。なので、横の横方向へのだから応力が入って逃がすっていう。そういった。ちょっとフレーム形状も工夫することで、衝突安全はクリアするっていうのをやっております。まあ何にせよ善行も低くて、この高さでバッテリー積んでるっていうのがすごいですよね。すんげえ低床です。まあ、改めて低床技術本田さん。 ガソリン車でもいち早くやりましたけどなんか一つ形になってきたねっていうのは言えますさあさらにいきます E&E、e、アーキテクチャーよく僕が言っている電子プラットフォームこれはこれで今回ちゃんとやってきてますまず、A、系の ECU これ ADAS はだから、えっと、運転支援の電子頭脳 ADECU これ、えっと、オートドライブ系だからああの自動運転の ECU これ自動運転と運転支援でほぼ一緒じゃんって1個でいいんじゃないの兼用できんじゃないのいや確かにできるんです確かにできるんですけど自動運転とか運転支援もそうなんですけども ECU が壊れたときに自動運転なんて誤作動とか何かあったら怖いじゃないですかなのでこういうのってだから国交省認可を下ろすためにはって国交省もちゃんとそういったところをしっかりともちろんあのしてるんですよなのでいろんなそういう認可制度であるとかもあの使う人たちの安全を考えてああいう規制って全部かかってるので認可がかかってるので,であのこういう ECU ってあの特にオートドライブ系はこの ECU がぶっ壊れたとしても その瞬間にサブの ECU が機能して。 最低限の機能保全されますとかそういうのがあって初めて認可が下りるんですよなのでこういう1個で本当はいけるんじゃないのみたいなのが2個になったりとかそういうのになっておりますで IVI の ECU とセントラル ECU、まあ、それが何を示しているかってデジタル UX は IVI で示していてあとはダイナミックス製とか車体伝送とかエネマネ系は全部今セントラルで今これ ECU 制御されておりもともとのベースの OS は汎用性のあるものをまああの 本田さんも使ってるんですけどそれをホンダ独自にこれらの独自 ECU をつなぎ合わせての、まあ、応用編で今コントロールしているというそういう話ですで、はい、これ具体的なお話これ AD の部分ですけれどもちょっと時間がないのでここから少し駆け足になりますけどこれ実際にこれ僕です僕今人って認識してるんですよなのでこれ ADK のこれ ECU が今僕を認識してるだからもうここには AI の機能が入っておりますだからこれすごいのはこれちょっと映りますかねこれすごいのはねこの体の全部が入ってない状態でもこれなんとなくこれ 人人っっっっぽいよっていよよてててう赤にになった時には完全これ人って認識してるんですよだから遠くに行くともう足の形とかそういった部分でもう人っていうのを認識するっていうまあこういうのがディープラーニングというかまあたくさんの写真とかから「これ人です人じゃないです」みたいなのでまあこういうのってどんどん学習するんですけどもこれ今右下のこれ僕って認識してるじゃないですか。近づいてった時に 人人間の形をししてててなななないいいいじゃでででですすすすかももうここここここんんん近づたたアップ映像でもここを見た時にこれれって認識してるんですよよごと実はだからこういった技術を使ってどん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 そのなんて言うでしょう見落としをなくすというのかなだから ADADAS 系の技術って運転支援の技術っていうのはそういったところで決まってくるっていう話ですちなみにこれバイワイヤーですだからステアリングこれポストはないですだからハンドルと実はステアリングはこれつながってないです なのでこういうのもあ,のあちらにモーターありますよね、これ電動パワーステアリングのバイワイヤーなので電動パワーステアリングのこのバイワイヤーでソフトが壊れちゃった時にもサブのもう一つソフトが動いてあげて電動頭脳が動いてあげてハンドルの上調性というかあの機能性は保全されるっていう。で こういう映像を見てもらうとこれがだから AIAI AI とかよくね結構言われてはいるんですけど AI がやってることって別にまだ全知の AI とかじゃないのでねだから今こういうあの画像の中でいろいろ資格が出たりしてますけどロードはロードでこれ学ぶわけですよ。で クク、ロスウォークだから横断歩道は横断歩道でこれは横断歩道これは横断歩道じゃないとかっていうこれはこれで独自で全部真相学習して学んでいくんですよ。 ロードポイントとかパーソン,とか,ンとかビルディングとかビークルとかサイドウォークとかこういうのも全部それぞれの分野でもって真相学習して今で言うと12345677項目のこれ真相学習したものが統合してここでパッと写されてこれ診断していくるんですよだから今これ統合 ECU としては結構高機能が必要になってくるんですよね。 で将来的にはこういったさまざまな ECU をもっともっと親玉のところで、まあ、コントロールする、まあ、スーパー AI みたいなね全知能 AI みたいなのが入ってくると、まあ、それをだから本田さんとしてはいずれ、うん、2030年とかまでには実現させたいのではないかなと。いや他にもねまだまだ伝えたい要素はあるんですけどもユーザーエクスペリエンスのところもすごいんですけど今日ちょっと時間なくなっちゃったのでこのまま。 工場行きますありがとうございます